ここ数年販売量が増えているクラフトビール県内でも多くのビールが作られていますが実は今新たなクラフト飲料が大分を含め全国各地に登場し話題を呼んでいますそれがこちらがですね私ども大分メイドが開発しましたオリジナルのクラフトコーラになります大分の魅力を発信する大分メイドが開発したクラフトコーラ おしゃれなボトルでお土産にもぴったりと、今人気の商品です。大田県の最高の食材を入れてますので、非常にやっぱり味が深いということで、ご好評いいただいてます。原材料は、臼杵市の結城生姜、う宇佐市の柚子、由布市の蜂蜜など、県産にこだわり、臼杵市の五島製菓で製造されています。 気になる味は？あ、甘さは控えめで、鼻から抜ける香りがとってもいいです。香りが結構長く続きます。うん、おいしい。さらにアイスやチーズケーキに添えると複雑で深みのある味わいを演出。このほかお湯やウイスキーで割るのもおすすめです。お年寄りから子どもさんまで幅広くおいたの本当のいい食材の味を味わっていただきたいというふうに思っています。 500種類以上を飲んだ国際クラフトコーラ連盟の空水涼介さんは、地域の魅力のアピールにもなると指摘します。僕が知る限りではもう1000種類以上のクラフトコーラがまあ登場している感じになりますね。これはこの地域のが入ってるんだとかいう、あ地元のが実は入ってたみたいな、そういう驚きもあったりするんですよ。うん、クラフトコーラを通じてですね、その大分の魅力っていうのが伝わるっていうふうに思います。 子どもから大人まで楽しめるクラフトコーラ個性豊かな味を飲み比べるのも楽しみ方の一つです